はい、今回ファーストシングルとして Believe That を作成しました。今回リエンドさんのタイアップで女性層にも向けて響くヒップホップ R&B を届けようと思い、まあ人選でアクロ、イルマリ、麦野ゆいちゃんという形になりました。みんな個人個人にはつながりがあったんですけど、作品という形ではなかったので、僕のアルバムに向けての1曲目として面白いかなということでこの人選になったんですけど、この曲自体男女のラブソングっていうか、どちらでも共感できるような内容、分かりやすさも含めて構成してます。その辺も聞きどころなんですけど、制作人としてギターにビートモスのコセン君、そしてトラックメーカーにアンダースロージャムのたけし、 DJ ケンシュ、そしてジャケットにはチョコムーンの僕らの周りで活躍してるクリエイティブなアーティストをフューチャーしてお届けしています。僕なりのこだわりが感じてもらえると思いますので、そちらも含め楽しみにしていてください。Yeah, you already know what's up, this is Aklo. 付き合ったりとかして、特に最初の方とかいろいろ彼女とかがやきもち焼いたりとか心配とかしてるけど、男としてはいろいろやんないといけないし、そう、恋もしてたいけど自由も必要だみたいな男たちに捧げる、そういうナンバーになってます。いやー、結構やっぱりこうみんな思いつかない組み合わせだと思うし、新鮮でフレッシュな感じできたと思うし、あと掛け合いとかもあるんで、そこら辺とかも聞きどころかなと思ってます。マメンソルジャーの楽曲なんで、まあ、ぜひ参加したかったし、まあ、俺がすっごいかっこいいなと思ってるラッパーのアクロ君とできたこともすごい楽しかったですし、ね、一緒に曲作れるってすごい嬉しいことだし、なんかこう仲間内でできたなって感じがありますね。なんかリップでもテリヤキでもビートモスでもやったことないような曲ができたんで、すごく新鮮な出来栄えになったんじゃないかなと。僕のこういう感じも実はあんまりないなと思いますし、曲としてもすごいかっこいい曲ができたんじゃないかなと思います。楽しかったし、まあ、イルマリさんとアクロさんのラップなんか撮ってるとこ見てやっぱすげえなと思いました。なんかそれが感動しました。いや、もう素晴らしい楽曲だと思うんで、ぜひ聴いてください。僕を信じてください。 Believe that。 それでは聴いてください。 DJ ソルジャーフィーチャリングイルマリアクロ麦野ゆい、 Believe that。でもいい感じじゃないですかね。